40年にわたり取り組みを行っていった結果がこういうように国際的に高い評価を得たということでもあり、私としては率直に嬉しいと感じております。岡山市の加盟が認定されたユネスコ創造都市ネットワークは、国際的な連携によって地域産業の持続可能な発展を目指すものです。文学をはじめ音楽やデザインなど7つの分野で世界350の都市が加盟し、国内では11番目、文学分野での加盟は岡山市が初めてです。市は岡山文学フェスティバルや坪田ジョージ文学賞の運営など文学によるまちづくりに取り組んでいるほか、OHK アナウンサーが続けてきた子どもを対象にした出張朗読会なども評価の対象となりました。文学分野には世界53の都市が加盟していて、ネットワークを通じた交流や観光振興などにも期待がかかります。岡山としての発信はもちろんのこと、各都市からの発信を受けて、我々がやはり、変わっていく、新たな刺激を受ける、岡山の文学がまた新たな道をですね、進んでいければ。市は再来年には市内で文学分野の国際会議の開催を目指しています。